プロ野球ヤクルト5、1広島、19日神宮。広島はヤクルトに前日の3点差逆転負けに続き連夜の逆転負け。今季8度目の3連敗で64勝61敗5分け、9月1日に最大14あった貯金は3となった。9月は3勝13敗と大失速。首位、巨人とは6.5ゲーム差となった。初回に小園のタイムリーで先制。 だが先発、床田が2回に山田に2号ソロを献上し同点に打線が4回には勝ち越し期を逃すと床田は再び山田に決勝の技巾を打たれる5回も攻撃陣が好期を逃すと床田はサンタナ24号スリーランを浴び致命的な失点を喫し5回を10安打5失点で7敗目打線は10安打1得点で11残塁 スタメンはヤシュワと同じ1番センター秋山2番キャッチャー坂倉3番サード小園4番ライト野間5番ファースト堂林6番レフト末金、7番ショート矢野8番セカンド菊池9番ピッチャー床田のオーダーを組んだヤクルトの先発吉村に1回秋山が右安打中村のホイツで虫二塁に 坂倉が遠ごろも小園がセンターへタイムリーを弾き返し1点を先制先発床田は今季24度目の登板試合前まで11勝6敗リーグ5位防御率1.86前回の9月12日巨人戦松田は5回を4安打3失点で負け投手今季のヤクルト戦は5度目3勝0敗 防御率1.29はセ・リーグの対戦球団別では最も相性が良かった。床田が1回西からサンタナ、村上に連打され西一二塁とするがオスナは空振り三振に切って取った。2回の攻撃で矢野の四球と床田の右腕打で西一二塁とするが秋山は右ひに倒れた。直後の2回、床田が先頭、山田にレフトスタンドへ12号ソロを放り込まれ、 1 1対1の同点に追いつかれる。4回の攻撃で西から矢野がレフト線にツーベースを落とすも菊池が見逃し三振で勝ち越せず床田が4回先頭村上にライトへツーベースオスナに左安打